私が活動を休止させていただいたのが去年か5月6月ぐらいだったんだけど、いろいろ考えて大学に行ってたんだけど、大学行くのもやめて AKB 一本に絞って頑張ろうって決めたんだけども、その時からずっと思ってたことがあって、私のことを応援してくれてる人は休止してる間もずっと待っててくれたから、私が SNS 動かしてない間もたくさんコメントをくれたりとかですっごい支えてくれたから、もっとみんなを幸せにしようって思って生きていたので、今年はまた選抜に入ることができましたし、みんなにいい幸せを今のところ届けられてるんじゃないかなと思いますので、これから20歳の1年間ももっともっと幸せにしたいと思います、みんなのことを。だから一緒に幸せになりましょうね、みんな。本当は活動休止した時に20歳でやめようってもう言い聞かせて始めたんです、活動をもう一回。でもいざ活動を再開してみんなと日々を過ごしてたらすっごい楽しくて幸せで、だからもうちょっと頑張ろうってみんなの応援のおかげで思ったので、もともとはもう二十歳でみんなに晴れ姿といいますか成人式の姿を見せたら終わりにしようって思ってたんだけど、やっぱり頑張りたいな、もうちょっとアイドルしたいなって、活動休止後再開してからみんなとお話ししたり公園で一緒に楽しい空間を過ごしたりして、自分の中にあったもやもやが晴れたというか、みんなのおかげで本当にアイドルを続けたいって心から思えた。だから次のシングルは選抜として頑張らせていただきますし、みんなと一緒に幸せな日々を過ごしたいなって思ってます。目指すは連続で選抜に入ろうっていうことで、今回みんなのおかげで選抜に入れたので、私はこれを途切れさせないようにここからの1年はもっともっと頑張っていきたいなと思いますので、ついてきてくれたらと言いますか、一緒に歩いてくれたら嬉しいなと思います。